ケン・カーターは、アメリカ合衆国の実業家、教育活動家、バスケットボールのコーチである。高校生の頃、バスケットボールの選抜選手でもあり、カーターの母校では、伝説の選手だった。アメリカカリフォルニア州リッチモンドに生まれる。リッチモンド高等学校にて、バスケットプレーヤーとして活躍し、1976.1977 年にて、PPG23.3 を記録し、得点王となった。同高校の得点、アシストスティールの歴代記録を残し、オールアメリカにも選ばれ、現在でも、同高校では、伝説の選手として語り継がれている。ジョージ・メイソン大学の奨学金を得たが、ジョージ・メイソン大学には進まず、サンフランシスコ州立大学、コントラ・コスタカレッジ、ジョージ・フォックス大学でバスケットボールをプレーした。その後スポーツ店の経営者となり、1997年に母校、リッチモンド高校のバスケットボールの契約コーチとして招かれる。彼はバスケットボールを教える前に学生として、学業で結果を出し、規則に従って生活することを生徒たちに課した。同高校は、無事に卒業する生徒は 50% で、大学進学率は 6%、同校が所在する。コントラコスタ郡では、黒人男性の3割が刑務所に行き、刑務所に入る割合が、大学進学率の80倍という、荒れた状況にあり、その打開策としての指導だった。一部の生徒たちからは反発もあったが、1999年には、前シーズン4勝だったチームが、開幕13連勝の快挙を挙げた。しかし、その後生徒たちの学業不振から自ら体育館を閉鎖して練習と試合出場の停止を言い渡し、それにより不戦敗の2敗を記録した。これは報道沙汰となり、PTA と学校とで会合が開かれ、カーター更迭論も飛び出し、最終的に多数決で体育館閉鎖は解除された。その後、生徒たちの自発的な努力で、学業成績が向上したことで練習を再開、再び試合に出場。その後18連勝を記録した。地区大会にて優勝、州大会に進出。カリフォルニア州屈指の強豪校センフランシスコ校に僅差で初戦敗退したが、弱小だったチームを州大会まで進めた業績はメディアで大きく報じられた。彼が指導した生徒たちのほとんどは大学へ進学することに成功した。自分のことをよく思わない生徒がいるのは構わない。10年後に彼らが成功を手にすることが自分の望みなのだと語っている。また、彼にはダミアン・カーターという息子がいて、上記のバスケットボールチームには彼も在籍していた。卒業後は陸軍士官学校に進学している。2005年1月14日、カーターの体験した実話に基づき、アメリカで、コーチカーターが映画化された。日本では、同年8月6日に上映され、カーターを演じた俳優は、サミュエル・L・ジャクソンであった。コーチカーターの記事も参照。2002年からは、スラムボールのコーチも務めるようになり、ロサンゼルスのチームランブルをコーチし、2002年の優勝へ導いた。2007年10月18日には、奇跡体験。アンビリバボーにて彼のリッチモンド高校コーチとしてのエピソードが、日本のテレビ番組でも放送された。2007年の時点では、自分の学校を設立し中高一貫教育で、トップクラスの学生を育てる計画があるとコメント。2009年、秋には、テキサス州、マーリンに、コーチカーターインパクトアカデミーを設立。グレード8から12を対象に、約150人の生徒を有し、週6回1日12時間勉強やスポーツを教えるという。生活が貧しい約60人の生徒には寄宿舎を提供し、キャンパス内には生徒たちが経営する店舗も存在している。土曜日には、親も学校に来て、活動に参加してもらうシステムを採用している。コーチカーターザ・バイタリティ・オブ・セルフ・リスペクト・ニュートラル。neutralmagazine.com 2019年8月4日閲覧。ありがとうございます。